皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットの安住です。今回のテーマはこちらになります。カウンタードライブを覚える3つの要素、すごく大切な3つの要素と、あとその練習方法、トレーニングの方法っていうところですね。これについてやっていこうかなと思います。カウンタードライブですね。相手のドライブとかの攻撃をですね、倍返しっていうような感じで打つ技術なんですけど、なかなかそう打たれた球を自分無理やり力いっぱい振ってるだけじゃなかなかできないんですね。でやっぱりカウンターはカウンターで大切な要素いくつかあるので、ちょっとそこを私なりにですね紐解いていけたらなと思います。はい、まずですね、必要なのは相手の球を利用する感覚ですね。ワールドラバーマーケット感覚ってすごい言ってるんですけど、カウンターもですね、相手の力を利用してさらに強くするっていうのが技術なので、非常に感覚が重要です。でどうやって感覚を鍛えるかっていうと、その相手の力を利用っていうところなので、まずブロックからスタートしたいと思います。まずは当てるだけブロック、ブロック当てるだけのブロックですね。これが相手の力を使って返してはいるんですけど、全然力を加えてない、ただ当てるだけっていう、そこからちょっとずつですね力を加えるようにして、力、その力加減とタイミングでしっかりと相手の球よりも強い球を返せるっていうことを覚えていくって感じですね。でその時に前にこう振るようにしたら、パパンパチンっていうような感じですね。カウンターブロックとかこう何ですかね、ミートのカウンターって感じですね。でこれをちょっと上にこう擦ってやるようにするとカウンターのドライブっていう感じになるので、ちょっと回転を増やしてやるようにちょっと擦るようなイメージで、この感覚をちょっとずつ鍛えていってください。いきなりグンってかけようとしてもあんまりうまくいかないです。最初はブロックからしっかりタイミングを取ってかけれるっていうことですね。ここを意識してちょっとずつ自分のその相手の打球に対して回転をかけ返すっていう感覚をですね身につけてほしいと思います。ここはまず一つ目ですね、相手の球を利用するその感覚っていうところですね。で次が、ボールに反応するスピード、私反射スピードと呼んでます。どんだけ感覚を鍛えてもボールに触れないとかボールのところに行けないっていうことだと、なかなか、カウンターできない。当然ですよね、触れなかったらカウンターにならないです。なのでまずはこう打たれた球にちゃんと反応できるようにする、その反射スピードが非常に大切になります。で最後ですね、おすすめの体の使い方ですね。でこれはですね、シャーさんの動画で、古武術、骨の動きとかですねやっている布袋先生の、その膝を抜くっていう動作が出てきたんですけど、私もこれすごいいいなと、感じました。で動画とかですね、トップの選手のカウンターを見てると、ほとんどの選手が突発的にカンって打たれた球をスーパープレーでこう前でパパンってさばいてカウンターするときって、ほとんどの選手がおそらくこうしゃがむような感じになってるんですね。こう来るところが分かって自分も力をドンって加えようっていうような動きの場合はこうボールに乗っかっていくとか下から上にこう打ったりするんですけど、急に来たときっていうのはそれ絶対できないです。ためもできないので難しいんですね。でほとんどの選手がこうしゃがむようなイメージでカウンターをしている。で、これこそがおそらく膝の抜きだと思います。でこれをやっていただくと分かるんですけど、自然にヒュッとスイングが速くなる。いきなりこうフォアに来た時にパパンスイングがパッと速くなるっていうところですね。であと膝を抜くと力も抜けるので、そのスイングがしやすくなるっていうところですね。力をグッて加えてスイングすると意外とラケット動かないです。でも力を抜けてスッと自然にラケットが動くとすごくですねスイングしやすい、勝手にスイングできる、でスイングスピードも速い、なので、しっかりとボールに力を伝えやすい、で球に反応もしやすいっていうね、というところで、おすすめの体の使い方としてはそこのここですね、ここをやっていただくといいかなと思います。
で、まあ、おすすめのトレーニングなんですけど、ランダムにドライブを打ってもらって、まあ、打球でもいいですし、直接ですねかけてもらってもいいです。その中でこうランダムに打たれた球をまず最初ブロックでいいです。ブロックまずは触るところでいいです。いろんなところに来たボールをこうやってブロックする練習をしてください。その中で、あ、ここに来るなってこう読めた球とか、自分がいて打ちやすいところの球だけカウンターする。自分にとって余裕があるところだけでいいです。無理してすごい遠いところに来たやつとカウンターしようとしても絶対失敗するだけなので、まずは自分の中で余裕があるところだけカウンターっていう感じでいいので、その中でこうどこに来るかっていうその反応のスピードですね、これを養ってほしいと思います。ぜひですね参考にしてみてください。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。この動画がためになった、良かったと思ったら高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録をしてない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。